応選手のデータをねやるんすよ。ああ、手取れたよ。なんだこいつ、外人やばいな。ほんとペタジーニラミレス的なことでしょ。さあ次の投球打った、バックネット前でボールを掴みました。ベイスターズリードで迎える9回です。ツーアウトランナー一塁という場面でレイ、今日はホームそんなところに隠してなかったのかわいいで、早くも追い込まれています。追い込んで投げました、外へ逃げるスライダー、空振り三振。9回の表がベイスターズ見事勝利。アスカー、ああ、やり、横浜 DeNA ベイスターズ対広島東洋カープ13回戦の模様をお送りしてまいります。ツーアウトランナー一塁という場面でレイ、あ、ノムさん投げた、外角高め、打ちづらいこいつ。第2球投げた、決まってストライク。第3球を投げた、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、ボールは中継、レイ、いいバッティング。さあ怖いよぜ。投げた、危ない球。第2球投げた、打ちました、わーわー、右中間へ持っていきましたが掴んで、これで3アウトになります。さあリプレベイスターズ追う展開で迎える6回です。ワンアウトランナーなしという場面でレイ投げました、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げました、いったか、これはいい当たりだ、伸びた、伸びていった、伸びない、ダイレクトフェンスに当たった、レイナイスバッティングです。8回の裏3点を追いかけますベイスターズの攻撃、トップバッターがレイ初球打ち流した、ヒット、わあ、いいバッティング、ベイスターズ2点差に届かず。好調になった。ワンアウトランナー一塁という場面でレイ、第9球投げました、危ない球、第2球投げました、打ちました、ファール、第3球を投げました、ただのカーブ決まってストライク、バッター追い込まれました。さあ4球目、ただのカーブ、ボール、外角低め、第5球投げた、うわ、完全にタイミング外された。ベイスターズリードで迎える3回です。ツーアウトランナー一塁という場面でレイ、今日の第1打席はスイングアウト、第9球、オッケー、今度はチェンジアップを捉えた、入った入った、ホームラン、第66号ツーランホームラン、スタンドへ叩き込んだ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ベイスターズ追加点のチャンスです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面でレイ、今日2打点を挙げています。第2球投げた、ストレートはボール、始まったようで、投げた、打った、右中間、一投、
なぜだ。リプレイをご覧ください。うわぁ、待ってくれ。やめてくれ。見逃してくれ。第9球、危ない球。ああ、食べた。第2球、投げた。流し打ち。いや、1、2塁間。ケムナ取ってアウト。スリーアウトチェンジ。チャンスを潰します。ベイスターズ、ここは結果を出せませんでした。あベイスターズ圧勝です。あアダムとリリスが。はあ、始まる。保管される。横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対広島東洋。ベイスターズ同点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面でレイ、ひときわ大きな声援が聞こえます。あ、大和だ。大和は返さなきゃ。同い年。2球投げた。2球目ストライク。森下じゃ打ちづら。投球は3球目、投げました。打った。ファールボール。追い込んでから第4球をボール。第5球投げました。打った。入れば逆転だ。でかい。でかくてかわいい女の子。第68号逆転ツーランホームラン。打った瞬間ホームランと分かる超。ちょっと目が黒くて赤いけど。かわいい。叫んでばっかり。4回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターはレイ。外れた。ボール。第2球、2球目ストライク。第3球を、うわぁ、キモ。投げました。打った。強い当たり。さらに伸びていく。ライトバック。入らなかった。バッターランナー一塁蹴って二塁も狙う。レイツーベースヒットを放ちました。先ほどのプレーです。ベイスターズ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面でレイ、今日2打点を挙げています。第2球投げました。ボール。投球はこれから3球目。打った。痛烈な当たり。センター交代。取りました。ボールは中継。レイセンターへの犠牲フライ。ベイスターズ1点入りました。6対4。さあリプレイ。ベイスターズリードで迎える8回です。ここまで2安打レイ。現在の打率は3割3分1厘。第2球投げました。アウトコース高め。ストレート。いやー、カオル君はちょっと気色悪いよ。打ちました。堀江カンタ一塁送球アウト。これでツーアウト。ランナーありません。綾波の方がいいよ。ベイスターズ1点差で逃げ切りました。あーカンカン刺さないで。あららららら、
横浜スタジアムです。もう怖いよ。ツーアウトランナー一塁という場面でレイ、第9球投げた、決まった、ストライク、まずは見送りました。第2球投げた、内角際どい球、ボール。投球は3球目、投げた、ツーシームはボール。さあ4球目、インサイドカーブ、ストライク。第5球投げた、打ちました。梅野、余裕があります。取ってこれで3アウトチェンジ。4回の裏1点を追いかけますベイスターズの攻撃。この回のトップバッターはレイ。第1打席はファールフライに倒れています。投げた、打った、よく取った、一塁へ送る、あっと送球それた、セカンドエラーなの。内野安打でしょ。勝ち越しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面でレイ、大きな声援が届いています。第2球投げました、打った、ファール。投球はこれから3球目、完全に外れた、ボール。投げました、見送ってボール。第5球投げました、打ちました、セカンド左、セカンドから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。前半が終わりまして2対2、ベイスターズこの回2点返して同点としています。ありがとう。ベイスターズリードで迎える7回です。バッターはレイ。第9球投げました、初球に送ってストライク。オーナー見に来てんじゃん。第2球打ちました、左中間のフライ掴みました。これで2アウト、ランナーありません。ベイスターズ何としても得点を挙げたい9回です。2アウトランナー1塁という場面でレイ。スタンドからはなんとか長打をと期待をかける声援が響いています。第3球を投げました、ストライク。なんとか意地を見せてほしいところです。次が4球目、投げた、スラウダー、ボール、インハイへ投げた、うわ、キャッチャー落下点、ハードグラウンドで取りました。ゲームセット、ベイスターズ2点差に届かず敗れました。さて本日見ちゃうんですけど、横浜スタジアムです。2回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターはレイ。現在の打率は3割2分6厘。投げた、インコース低め、スプリット外れてボール。第2球投げた、あ、打った、大丈夫。第3球を投げた、ボール。第4球を投げました、インハイ、直球は外れてボール。第5球投げました、ストライク。投球はこれから6球目、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。こんなん投げられるんですか。ベイスターズ追う展開で迎える4回です。ワンアウトランナー1塁という場面でレイ。現在の打率は3割2分5厘。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、決まってストライク。第4球は見送ってストライク。追い込んで第5球打った、右中間へのフライ。オーナーが見に来ると全然掴みました。これで2アウト。7回の裏、ベイスターズラッキーセブンの攻撃。この回のトップバッターはレイ。今日は三振とライトフライ。第2球投げました、打ちました、セカンドゴロ正面、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。ベイスターズ何としても得点を挙げたい9回です。ノーアウトランナー1塁という場面でレイ。
ゲッツーだけは避けたいところ。投げた、ストレートはもう、まずは外角高め、一塁へ牽制球を送ります。第2球投げた、サークルチェンジはボール。第3球を、一塁ランナー出た、キャッチャーに走るなよ、セーフかい。シーズン10個目の盗塁を決めています。ちょっと桑原お前って思うけど、いつもああくそ、決めたかった。ナイスバッティングです。リプレイをご覧ください。望月降板、マウンド上ピッチャーは森谷。これが25試合目の登板。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。投げた、あ、ストライク。第2球投げた、カーブはボール。第3球を投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク。バッター追い込まれました。次が4球目、投げました、ボール、低め。さあ5球は5球目、ボール。次が6球目、投げました、空振り三振。決めたい決めたいが我慢できなかった。1位、横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対阪神タイガース15回戦の模様をお送りしてまいります。ベイスターズ2回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターはレイ、現在の打率は3割2分4厘。変化球ストライク、低め。第2球投げました、打った、ファールボール。第3球を投げました、危ない球。僕を見せないで、僕を一人しないで。低め、空振り三振。全然オーナーの前で出てないな。セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。チャンスをものにできません。7回の裏、ベイスターズラッキーセブンの攻撃に入ります。この回の先頭バッターはレイ、今日は三振とセカンドへの併殺打。第9球打ちました、鈍いゴロ。マルテボールを掴んだ、マルテ一塁踏んでアウト。0対0で迎える9回です。ツーアウトランナー一塁という場面でレイ、ここで打つストライク。1球目ストライクから、第2球打った、これは強烈、サヨナラか、サヨナラか。ダメだ、いました、これで3アウト。ベイスターもう一回、もう一回チャンスを。同点で迎える11回です。2アウトランナーなしという場面でレイ、初球はストライク、まずは見送りました。初球ストライクから、見送ってストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げた、打ちました、ファール。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、ボール。次が6球目、投げた、空振り三振。最後はキレのある変化球。全然打てなかった。アンチ AT フィルト、あら、あ、間違えちゃった。ジョシアナに電話しちまった。
はあ、個体生命の形が維持できません。名古屋ドームです。中日ドラゴンズ対横浜、さあ先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面でレイ、ひときわ大きな声援が聞こえます。第1球投げた、低め決まってストライク、まずは見送りました。1球目ストライクから打ちました。投球はこれから3球目、外れたボール。あー、第4球を投げました。インコースへ変化球ボール。次は5球目、あーっとファルチップアウト、レイランナー返せません。さあリプレイです。ベイスターズ得点圏にラン、0対0で迎える4回です。ノーアウトランナー1塁という場面でレイ、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第9、危ない球、アニーシュ決まったストライク。第3球を投げました。3球目ストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げました、打ったファールボール。第5球投げました、打ちました、ショートの右、中学生の時に見たか。ずっと打ってない。この回のトップバッターはレイ、今日は三振とショートへの併殺だ。打ちました、初球打ち、これはピッチャー正面、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。さあ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面でレイ、初球を打ちました、一二塁間へ、ビシエド一塁、ベースオフ、ベイスターズ1点差で逃げ。2回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターはレイ、第9投げた、見送ってボール。第2球投げた、ストライク、膝元厳しい球でした。第3球打ちました、ファースト前方のフライになりました。ビシエド落下点に入った、取りました。ああ、もう全然打てない、ずっと見てるな。先制のチャンスです。怖い、保管されていく。大きな声援が届いています。投げた、外のボール泳いだ、ファースト後方のフライ、全然打てない。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ベイスターズ0対0で迎える7回です。いや、頭割れた、1塁という場面で針刺さった。第9投げた、ストレートはボール、入ってった、投げた、インハイ際どい球ボール。第3球を投げました、打ちました、ライト前進、掴みました、ランナー1塁に戻ります。これで2アウト。0対0で迎える10回です。ノーアウトランナー1塁という場面でレイ、ゲッツーだけは避けたいところ、タッチはセーフ。第9、1塁ランナー、ヒット、タッチはアウト、盗塁失敗。リプレイ、外野は長打を警戒します。投げました、ボール。第3球を投げました、打った、センター前進、センターフライ、飛距離は出ていません、取りました。これで2アウト、ランナーありません。さよなら負け、負け、ベイスターズ敗れました。さあ本日のヒーローは、やっぱずっとヒット打ってない。
名古屋ドームです。中日ドラゴンズ対ベイスターズ、先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面でレイ、ネクストバッターズ打ちました。一二塁間への当たり、タッチセーフ。ベイスターズ初回先制、1対0。では先制の場面、映像でご覧いただきましょう。ゲームは中盤4回に入ります。トップバッターはレイ。第9投げました。これは久しぶり。いった、入った入った、ホームラン。第69号同点ホームラン。レフトスタンドへ吸い込まれていった。カットボールを完璧に捉えました。今の同点のシーン、リプレイでご覧ください。同点で迎える6回です。先ほどホームランを放ったレイ、現在の打率は3割1分4厘。投げました、縦のカーブ、ボール。第3球を投げた、ストライク。少し意識しすぎたか。うるせえ。投球これから4球目。アウトコース低め、外れてボール。第5球投げた、打ちました。大島余裕があります。掴みました。これで2アウト、ランナーありません。ベイスターズ、何としても得点を挙げたい9回です。今日2打点レイ。第9投げた、打った、初球打ち、左中間へ上がった。ワンバウンドヒットになる。センターからセカンドへ。レイ、いいバッティングを見せました。ベイスターズ見事勝利です。横浜スタジアムです。2回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターはレイ、現在の打率は3割1分5厘。黙っちゃう。オーナーがいる。投げた、インハイへ。オーナーの前だと打てないんだよね、メンタルが弱いから。投げた、直球見送ってストライク。第3球を、いやー、投球これから4球目。ボール。さあ投球は5球目。投げました、高め、空振り三振。ベイスターズ追う展開で迎える3回です。ワンアウトランナー一塁三塁という場面でレイ、今日の第一打席はスイングアウト。投げました、見送ってボール。第3球を投げました、外角低め、フォークは外れてボール。第4球はバッターの足元。第5球投げました、これは引っ掛けた、サードの頭上、フラフラっと上がっている、取りました。これで2アウト、チャンス。第9球ボール。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、打った、三塁ランナーホームに向かう。セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。前半8回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。おっさんの前で一本もヒットで、先頭バッターはレイ、現在初球を打った、フラフラッと上がった、セカンドが落下点に入りました。セカンド取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。ベイスターズ対戦、ありがとう。
サンキュを投げた。これは上がりすぎたか。右中間へのフライですが、センター前に出る。掴んでこれで3アウトになります。サンチェス、まずまずの立ち上がりです。さあ、まずは2塁牽制。2塁タッチはセーフ。第9投げました。低めボール。うわ、第2球カットボール見送ってストライク。投げました。打ちました。ファールボール。第4球を投げました。リンロー際どい球ボール。あー、出てきた。第5球投げました。なんでそこから出てくる。打ちました。丸、落下点に入った。取ってこれで3アウトチェンジ。先ほど同点で迎える5回です。ツーアウトランナー1塁という場面でレイ、今日はセンターフライとライトフライ。第2球投げました。流し打ち。1、2塁から久々にヒット。ライト前クリーンヒット。レイ、いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。ベイスターズ勝ち越しのチャンスです。ワンアウトランナー2塁という場面でレイ打ちました。痛烈ライナー。やった。レイ、ナイスバッティングです。ベイスターズなおもチャンスが続いています。延長10回の裏、2点を追いかけます。ベイスターズの攻撃、トップバッターはレイ。よっしゃー、中間大きいぞ。さらに伸びる。伸びて入った入った。ホームラン。第70号ソロホームラン。さあ、リプレイです。ベイスターズ悔しい。出た、やり出た。3球を投げた。もう投球、これから4球目。あー、久々。一直線伸びる。場外ホームラン。チャンス出てました。スリーランホームラン。快音残して打球は場外へ。ストレートを狙い打ち。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。ベイスターズ追加点のチャンスです。ワンアウトランナー一塁二塁という場面でレイ、決まってストライク。低めのボール球に手が出ました。第2球投げた。危ない球。第3球を投げた。内角低め、縦のカーブ外れてボール。投げた。打ちました。いい当たり。センター方向に持っていきましたが、センター掴みました。ランナーそれぞれ一塁二塁に戻ります。これでツーアウト。ベイスターズリードで迎える5回です。ツーアウトランナー1塁という場面でレイ、今日3打点を挙げています。初球ストライクから2球目ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げた。外れた。ボール。
第4球を投げました。ボール。第5球投げました。打ちました。ファール。さあ6球目投げました。打った。内野ゴロ。ファール。取った。ファール。自らベースを踏んで3アウト。一塁ランナー久野。ベイスターズ、ジャイアンツ、内野陣はゲッツー体勢。投げました。ストレートはボール。セカンド牽制。二塁タッチセーフ。第2球投げました。ボール。アウトコース高め。第3球を投げた。打った。いい当たりですが二塁フォースアウト。あっと送球それた。アウト。ダブルプレイ。スリーアウトチェンジ。伊野見事な完封勝利。ベイスターズ見事勝利を収めました。伊野そんなにピッチャーだったっけ。マスか。あれ。あらみ。プロ野球ファンが待ちに待った夢の球宴です。2回の裏、これからオールセントラルの4番。先頭バッターは指名打者レイ。第1球投げた。インコース詰まらせた。キャッチャーの頭上フラフラっと上がっている。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。0対0で迎える4回です。ワンアウトランナー1塁という場面でレイ。第1打席はキャッチャーフライに倒れています。投球これから2球目。まっすぐ見送ってストライク。伸びのあるストレート。第3球見送ってボール。第4球を投げた。打ちました。ファールボール。追い込んでから第5球アウトコースいっぱい。見逃し三振。オールセントラル追う展開で迎える6回です。ノーアウトランナー1塁という場面でレイ。今日はキャッチャーフライと三振。1球目空振りから、これも空振り。投球は3球目。インコース高めいっぱい。見逃し三振。オールパシフィックピッチャー交代です。右の8回の裏、3点を追いかけます。オールセントラルの攻撃。先頭バッターは DH のレイ。今日はここまで3打数ノーヒット、2三振。投げた。ストライク。第3球は打った。打ち返した打球はセンターへのフライ。上林掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。オールセントラル打てなかった。終わった。気持ち悪いで終了。終わった。ジョミル。おしまい。チャンネル登録お願いします。